の根の出番みてえだな。我らの治癒をたまれ。皆、持てる力の全てを出して戦うのだ。戦争軍の戦乱が移動を始めました。こちらの本陣へ正面から向かってきます。この戦、家計を持って勝利をつかむ。策の準備が終わるまで全力で耐えるのだ。これほどの戦、そうあるものではない。そして奮い立たずには折れんな。攻略目標は決まった。進め。あの地を狙う。ついてこい。俺たちの手で要所を落とす。さあ行くぞ。俺についてこい。では準備した。この身より報告。曹操軍の北側の戦団が動き出しました。上皇は我らの庭のようなもの。敵の数に押されるな。孫悟の戦を示せ。なんという武勇。私に勝てるつもりか。なんと思う。最後に勝利するためにな。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。よし、敵の攻撃が収まってきたか。この戦線は一段落したようだな。伝令、南からも曹操軍が襲来しました。ふん、核の指示は急ではなさそうだ。怪しいところを徹底的に叩いていくぞ。曹操軍は我らの策を潰す気だ。家計に必要なものを壊させてはならん。よしとしめは祈祷所で劉備たちの援護。郊外と関東は家計戦を死守せよ。よし、これで南側の敵の攻め手は弱まるかの。郊外悪の方そろそろじゃないのか。戸が片付いたし家計戦のところに戻ろう。行ってきたぜ。なんて、あんな場所に船を浮かせて。あれでは家計戦が進む邪魔だ。なら沈めてしまうしかないぞ。家族へ来い。あの高台に宝石を据える。そら、私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。おお、よくやってくれた。
風だ。東南の風だ。郊外、関東、今が時。キレアル。
覚えておくとしよう。派手に暴れるぜ。随分と好き勝手をしてくれたものだ。我慢の屈辱、貴様の命で贖ってもらおう。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。私に挑む。よかれ、かかってくるがいい。そろそろか。いくぞ。敵も少しはやるようだ。もらうぞ。ここは引かねばならぬか。だが我が波動はまだついえたわけではない。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。勝った、勝ったぞ。我々の勝利だ。皆、愛河に勝ち時を響かせるのだ。